7月24日まで、アメリカのユージーンで開催された世界陸上。そこには12年ロンドン五輪以来の世界大会出場だった男子やり投げのディーン、元気、水野、と共に、懐かしい顔があった。15年大会以来の出場となる、男子400メートルハードルの岸本隆行、富士通だ。参加標準記録48秒90の突破は果たせなかったが、世界ランキングで出場。 予選敗退という結果を一緒に練習している黒川和樹、放題、標準記録突破出場で準決勝敗退、とはハードルを置いた練習では同じくらいで走れていたし、調子は悪くなかったので準決勝に行って勝負できればと思っていました。ランキングで出場の可能性はあると思って練習はしていたが、体の作り方のミスがあったんだろうと思います、と振り返る。放題4年だった2012年に、 現在でも日本歴代5位となる48秒41をマークした岸本は、世界陸上銅メダル2回で47秒89の日本記録を持つためす大や、日本歴代2位の47秒93を持つ成里賢治の後を継いで世界と戦う存在になると期待された選手だ。11年にはユニバーシアード2位の後、初出場の世界陸上で準決勝に進出。 48秒41を出し、大会前の世界ランキング5位で決勝進出を狙った12年ロンドン五輪は直前の肉離れの影響で予選失格となったが、13年世界陸上は再び準決勝に進出した。だがその後は、主要大会には出場したが怪我に苦しめられることが続いた。実業団になってから怪我が多くなって、心が折れそうになったことは何回もありました。でも、 世界へ行ったからこそ、というのはあって。怪我をしないように練習するのは簡単だけど、世界で戦うためには、怪我をするかしないか、というところまでやらなければダメだというのは承知している。もろはの剣というより、切れる表を掴むような練習をしないと自分は戦えないと思っていました。だから怪我をした時も、今回はこれができていなかったから、こういう怪我をしたんだ、というのがわかっていたし。 いいことではないかもしれないけど、徐々に次への切り替えがすぐできるようになってきました。かつての日本男子400メートルハードルは90年代から世界に肉薄し、一時は48秒台を出さなければ代表になれないほどレベルが高かった。だが岸本が日本選手権で初優勝した11年頃は48秒台が出るのは稀で、それ以降は出ても1年に1人だけ。19年には2名。 21年は4名出たが、すべて48秒台後半のタイムに止まっている。その中で競技を続けた理由を、岸本は、一昔前なら自分もとっくに引退しているレベルだが、周りが伸びなかったという要素が一番大きかったと思います。怪我をした時は動けないが、動けるようになって試合に出ると上位に食い込め、まだまだできそうだな、という感覚になった、と話す。国内では戦えても、 世界になると決勝レベルには到底届かないというもどかしさはあったけど、次こそ戦いたい、次こそ戦いたいという気持ちは毎回やって、ここまで来た感じです。今はやらせてもらえているという気持ちは強いけど、まだ指導者のカルベシュンジさんの記録、日本歴代4位の48秒34を超えられていないというのもあります。 長い間お世話になっている人の記録を抜くのが恩返しになると思っているから、やめます。という言葉をカリベさんにはなかった。